こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はヤフオクで銀行口座が凍結されるという話題についてです。最近ヤフオクやってる人のですね、銀行口座が凍結される例が増えてるようです。で、なぜ凍結でされるか。これはね、いろんな理由があるんですけど、一言で言ってヤフオクで取引するというのは非常に銀行口座を凍結されやすい、行為です。どういうことかというと、ヤフオクに例えばトラブル口座リストというのがあります。これ詐欺に使われている口座とかね、あるいは犯罪組織の口座というのが、公表されているわけなんですけど、例えば、ゆうちょ銀行だけで分かっているだけで1256件あります。ですから、いろんな銀行を合わせるとね、軽く1万件を超える銀行が、ヤフオクで確認されている、問題口座リスト。疑わしいけど、まずはここに載ってきたないのを考えると、数万件、もしかしたら10万件以上ですね。だから、犯罪のオンパレードというかですね、そういう状態になってます。で、そういう口座と取引すると、例えばそういう口座に入金をすると、あるいはそういう口座の人がね、たまたま何かを換金しやすいものをあなたから買って、そのお金を振り込まれると、あなたの口座も一緒に凍結されるということになります。でね、金融庁のこの、どういう口座が疑わしい口座だという基準を見ると、入金が頻繁にあるとかいうのが出てますんで、ヤフオク、モバオク、楽天、普通にオークションやってたら入出金多くなるんでですね、これはもう、もろにオークションをやってると、いつ口座が凍結されてもおかしくないというようなことになります。ですから、じゃあどうするのということなんですけど、手前味噌ですけど、売るなら極力ね、ヤフオクじゃなくて、アマゾンで売った方が無難だと。で、それとヤフオクでどうしても売りたいと、ヤフオクのやり方が慣れてますという方はですね、凍結されてもいいように、お金の資金に余裕を持って対応するというのが、第一です。ヤフオク専用口座を作ってね、その口座にはあまりお金を残さないと。で、口座をたくさん作る。そうすると、その行為がますます怪しくなると。ね。凍結された場合は、自力での回復ってのはなかなか難しいと思いますんで、弁護士に依頼する形になるんですけど、普通に考えて、20万か30万の費用はかかるはずです。そう考えるとね、お金のない人は、ヤフオクをやるべきではないというような時期にもう来てるのかなという気がします。そんなわけで、ヤフオク、最近口座凍結ね、自分は関係ないなと思ってても気づかぬうちにね、目をつけられてたり、あるいは、犯罪口座からお金を受け取っちゃったり、お金を振り込んだりしてることは、ありえないということは、ありえないことはありえない。何万件もね、問題口座があったら、たくさん取引してたら、その何件かと取引しちゃってるって考えた方が自然なんで、そんなわけで、資金に余裕のない方、トラブルが嫌な方は、ヤフオクで取引しないことをお勧めします。仕入れなんかではね、ヤフオク使うんですけど、その際は必ずヤフオク専用の口座を使って取引してください。また慣れないうちはね、入札前に必ず、私にご相談ください。怪しい口座はね、特徴があるんで見ればわかります。怪しい口座出品者の商品は買わないと。で、自分が売った場合にはね、買ってくれる人はなかなか選べないんで、あんまりヤフオクじゃ、物を売らないと。特に換金しやすいものを売るっていうのは非常に危険だというのを覚えておいてください。また個別の案件とかね、こういうことやってるけど大丈夫でしょうかという件については、ご相談ください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。